言えた。略して君線の、そう、顔合わせと本読みを今日はしてきました。お、女性だけの舞台初めてやばった。本当、私はね、多いってわけでもないけど何回か女性だけの舞台は出てて、そう、それこそ少女夜半もそうだったし、去年やったやつもそうだったし、獅子のごとくそう、獅子のごとくっていう昔のお話、タイムスリップの話も女性だけだったしっていう感じで、何度か女性だけの舞台はあるんですけど、セリフたくさんありますかって、さあどうだろうね。でも今日びっくりしたえらいこっちゃ、今日本読みしてみて、まだな、何とは言わんけど、えらいこっちゃやなっていう。今日読んだ量が来月には自分の頭の中に入っているのかって考えると恐ろしい。うえって感じ。まあちょっと頑張ります。舞台だけならまだねあれだったんですけど、それ以外にも。ちょっと今、音並行して覚えるものがあって、台本が、そう、今ちょっと頭がパンパカパンなんですけど、頑張ります。マーキューもいるんだねって。そうなの、三田真央さんがね今回いらっしゃるんですよ。そう、今日席が遠くて最初挨拶行けなくて、で終わった後、そう、全員集合写真撮るってなって、そう、そう、元 NMB48 の、そう、お疲れ様ですって挨拶行って、そう、そう、ずっとご一緒したいと思ってましたっていうのを伝えれて、そう。でも三田真央さんの役も大西も、あの2人ともダブルキャストで、で三田真央さんは大阪公演のみの出演となるので、そう、ご一緒できるのは11月になるんですけど、そう、楽しみ。そう、そう、あとは知り合いが多い舞台、自分的にはタテとかはあるのって、まあまだ稽古何もしてないからまだわかんないけど、でもアニメを見てる限り多いんじゃないかなとは思うけどね、うん、そう、大西もまだ4話ぐらいまでしか見れてないんですけど、そう、とってもファンタジーの世界という感じでした。
ですね、早くアニメを全部見たいんですよね。そう、ネットフリックスやったかな、そう、ネットフリックスにはあるので、よかったらネットフリー入れてる方は見てみてください。顔合わせ参加したのはいつ以来って、去年ね、考えてみたらね、考えてみたらっていうか数えてみたら一回もなかったんですよ、去年の舞台出演で。顔合わせ多分そう、三国無双終わって、三国無双も行ってないの、大西リモートで参加した。あの時期はね、あれだったんですよ、濃厚接触者かなんかで外出れない時期で、そう、リモートで参加してっていう、それ以降も全部出たっけな、わかんない、出てんのかな、大西ほとんど出てないような記憶があるんですよね、わかんない、もしかしたら出てたかもしれないけど、あ、でもあれ、あ、あれ出てたかな、大西顔合わせ、靴のやつ出てたっけ、なんか、まあでもあんまりこう記憶にないぐらいなんですよね、なんか参加したそう、だからそうね、獅子は出てたんじゃないって、獅子出てたっけ、おにし、やばくない、そんな記憶ないの。そう、でもなんかあんま顔合わせっていう、なんかそう、靴、あ、そう、漆器のスプリントだそう、ないぐらいのあれなんです。持ったかも、ちょっと、じゃあごめんね、一回もないわ、もしかしたら持ったかも、記憶にないっていうのもあれだけど。白雪はどうだろうか、白雪はね、ない、そもそも稽古4日ぐらいしかなかった、あれそう、そう、すごかったよね、あの時期ってね、すごかっただよね、あの時期。キョンシーはあって、キョンシーもね1週間弱とかしかなかったのよね、稽古期間が。だからなんか、なんかあんま顔合わせ行ってないような、なんか記憶しかない分かんない、もしかしたら行ってたかも、行ってたらごめん。おどんろとジプキャは顔合わせしたって、おどんろしてないし、ジプキャンも行ってないお主うん、そうね、全然行ってないね、あんま記憶ないあんまね、なんか忙しかった記憶はあるけど、忙しかったとか、なんか世話しなかった記憶はある。そう、でもなんか、なんかとりあえずそう、久しぶりだったんですよ、なんか顔合わせ、そう、だからなんか嬉しかったです。一番記憶にある舞台は何ですかって、いっぱいある、そんなのいっぱいあるよ。うん、思い出せばね、いっぱいあるんですよ。一番っていう順位はないかもしれない。うん、そうね、
印象深いの多いってね、なんかね。でもなんだろう、私は去年に比べるとだいぶ舞台の数を少なくしていただいたので、なんかちょっと久しぶりな感じはして、でもやっぱり座長公演でしょって。いや別に座長か座長じゃないかはねそんな関係ないんですよね。大西座長の立場であっても、そんな座長座長すること全くないからさそうなのよねそうなの、少なくしてもらってるんだって。そう、あの去年が本当に AKB の活動が全くできないっていう形になっちゃったので、今年は一旦 AKB のお仕事を優先させていただくっていう形で、舞台のお仕事だからね、そうちょっと減らしていただいてるんですよね今。そうそうそう、そうやっぱどっちもしたいけどさ、どっちかって去年できなかったから爪爪でね、だからタ番組出れへんとか多かったもんなって。そうね、ネマホモルーマンほとんど出てなかったもんね、おにしレアキャラになってたからねね。顔合わせではダブルキャストの人たちも全員来たりするんですか？そうね、予定が合う人は全員顔合わせは来るます来るます。そう、他にお仕事とかあるよっていう方は来れない、今日も何人か来れてなかったんですけど、アーニャやって、アーニャやった今、私アーニャ見たことないから分かんない来るます、来るますっていうのアーニャ、あそうなん、すごい自然にアーニャ、来るます。ピーナッツの子って、そうピーナッツ好き言ってる子やんな、アーニャって、ピンクの髪の毛の、今度2期やりますよって。アーニャもう1期終わったの、すごっ早っ。ももかピーナッツ好きって、なんかピーナッツ好きじゃないピーナッツ、ピーナッツ好きじゃない、柿の種でも大西、あのナッツの方いらない派、柿の種だけでいい派なの。アーニャ失格って、あーアーニャ失格だ大西、そうピーナッツ、そうなんかおつまみとかのさコーナーとかにさ、そうナッツ系ばっか入ってるやつとかあるじゃん、あれもし絶対買わないうん、そうビーフジャーキーとかなんか買うそうピーナッツあんま好きじゃないんですよね。
なんか味濃いのが好きなんですよね、おにし。そう、味濃い濃いのが好きで、そう、ナッツはねちょっと薄い感じがして美味しいんですけどね。でも自分で買おうとは思わない、あんまり。ジャンキー派。ポテトチップスにお酒とかは、つまみはあんま食べへんかもね。あのポテトチップスとかも、あの薄塩あんま食べない。あれも美味しいねんけどね。海苔塩とか食べる。海苔塩もそんな食べへんけど。コンソメ、あ、コンソメ美味しいよね。あとなんだろう、カラムーチョとか。でもピザポテトはちょっと濃いんですよねわがまま。そう、ピザポテトはちょっと濃くて、わさビーフ大好きよ、にし。塩ラーメン食べなさそうって。あー、たまに食べると美味しいよね、あのインスタントの塩ラーメン。そう、むしろ一番は醤油が好きで、そう、でもそこは豚骨が一番好きってわけでもないね。醤油が一番好き。そう、まあ豚骨も好きなんですけど、味噌も美味しいよって。味噌美味しいよね。そう、外で食べるってなったら醤油か味噌。うん、飴美味しいよね。味噌ラーメン食べたい、北海道って。北海道本当に行きたい、ずっと言ってる最近。北海道にとっても行きたい。最近ラーメン食べたって。食べた、一昨日ぐらいに食べた多分。食べた。北海道行きたい本当に。もうだいぶ寒い、北海道は。夜は寒いかも。本当、昼間はまだちょうどいいぐらい涼しいよ。今ぐらいの北海道に行きたいよね。あんま寒くなってない時の北海道。そうだ、今日さ、話戻んねんけどさ、その舞台気にせんの行ってきたのよ、あの顔合わせ。だからレナチがさ、プレゼントくれたの、すごくない？そう、何用のプレゼントなんだろうっていう。何用のプレゼントでもないプレゼントをくれたの、優しすぎん？ほんと好き。
そう、誕生日じゃないやって、うん誕生日じゃない、なんか別に誕生日おめでとうとかでもなかった、これあげるって、そう、そう多分ねミリアちゃんにもあげてたと思う、そう、そう何の日でもないプレゼントをもらったの、優しいいい人、これもらったの。あの寝るときに枕元にシュッシュって振るやつ、ジラピケちゃん、そうラベンダーの香り、うちラベンダーめっちゃ好きなんですよ、嬉しい、今日これ振って寝る、そう嬉しい、うわっめっちゃラベンダー、ちょっと顔にかかった、いい匂いめっちゃいい匂い、すっごい浴びちゃっためっちゃいい匂い、うわっいい匂い、いい匂い、これ枕元に振ろう、ありがとうレナチ、優しい、あそれそれなんて言うの、精油なのかな、精油、精油、そうそれ書いてる、精油って合ってるの、そう、精油、精油、合ってる、心安らぐラベンダーの精油ミックスな香り、精油って何だ、精油どこにつけるのって、枕元につけねんて、そう、エッセンシャルオイルって、そう、花から抽出する香りの油って、いい匂い、よく寝れそうやなってね、ラベンダーってね寝るときいいよね、落ち着くよねってね、落ち着く匂い代表って感じ、ラベンダー自律神経にいいよって、あマジで、うん、自律神経はねいっちゃん大事自律神経なんてもういっちゃん、人生においていっちゃん大事よ、ほんと一番大事、本当に本当に本当にそう、うん、この前夢に出てきてくれてありがとうって、いいえいつでも呼んで、でも読んで、読んでいるのに来てくれないって、あれ本当、読んでるのに出てきてくれないんですが、え、これが足りてないんじゃない多分これが足りてないんだよ、みんないくら払ってるそれ、でもね、これがね足りてないんだと思うよそうね、だから多分足りてないから
呼ばれてるの分かってるけど出ていけないの。そう、せちがらいせちがらいな、せちがらい。そう、世の中ってせちがらいよね。そうそうそう、愛の問題じゃないんだって。そう、愛の問題じゃないこれそう、交通費と出演料を出していただかないとお店は出ていけない。そう、交通費がないとそもそもいけないので。そう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 、そうなんですよ。だから遠いとやっぱ出に行くのもちょっと大変になっちゃう。そうだ、例えば沖縄とかやったらちょっとまあ遠くなっちゃうから、やっぱ移動費とか、まあ往復でね払っていただかないといけないので、やっぱまあ多少高くはなってしまうかなって。宿泊もしたいもんねって。まあまあまあそうね、まあ1泊2日ぐらい、まあ後泊、まあそれか全泊込みだから、まあちょっとホテル代もちょっとまあかかってしまうかなっていうところではあるんですけど、夜行バスでお願いします。ダメ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 あの飛行機か、まあ新幹線、まあ私は新幹線のが好きなんですけど、まあ飛行機でもいいかなっていう感じで。そうね、新幹線だとやっぱグリーン席で、飛行機だとあの、前の方のなんか良さそうな席みたいなねそうね、出演時間は何どれぐらい確保できますかね。出演時間の方はまあそれもまあこれ次第とはなってくるんですけど、まあこう6時間睡眠の場合にと私3時間出演ってなるとまあ結構かかってしまう。2時間だとまあちょっと安くなって、まあ30分コースならまあ結構お安くはできるんですけど、そうね、まあでも一番安いコースがやっぱ5分のコースで、まあ、それだとまあ結構お手軽にまああの呼んでいただけるかなっていう感じのそうですね、まあプランがいろいろありまして、そう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 1分でいいので出てこいって。あ、1分はねあのコースにないので、まあ5分からなんですよね。そう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 、だから1分出てきてっていうのはあれですよ、あの例えば1分でもいいんですけど、料金としてはまああの5分からの値段と一緒になってしまう。別に値引きができるわけではないっていう感じなんですよね。そう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 、例えばあれですよ、例えるならあのお寿司屋さん、回転寿司とかあるじゃないですか。それでエビのお皿を1枚取りました。で私このエビのネタだけでいいんですみたいな。もう一貫のエビとご飯、そしてもう一個のご飯、これいらないんです、私はこれだけでいいんですって言われましても、あのお値段としてはあのこちらを提供してる側としてはあのまあ変えることはできない、まあそれと一緒の具合にはなるかなっていう形にはなるんですよね。そんだからちょっとまあ私は5分からのコース、まあ、最大で3時間かなっていうまあ感じにはなっております初回は安くなりますか。初回、まあ新規様初回コースっていうのはありまして、そうですね、あの今回をこれを機にあのご登録あのしていただけたっていう場合であれば、あのまあ初回コースっていうのはあるんですけれども、もうすでにあの登録しているよって方はちょっとあの難しいっていう形になってしまう。疲れてきたって、うん、もうちょっと飽きてきた
ちょっと飽きてきた。飽きた。うん。終了。終了。夢、まあ、いつかね夢出に行くから、多分おじのことだけ考えてたらねきっと夢出ていくから。でもさ夢ってすごいよね。なんかおじ最近さすごい変な変じゃないすごく光栄な夢を見たの。あのこう普通にさ寝ててさ夢っておじ結構夢見るタイプの人間なんですよ。でさたまにさ名前分からへんけど顔は知ってる俳優さんとか女優さんとかがたまーにねたまーに出てくる時があんのよ。で、あこの人テレビで見たことあるみたいな、でなんか名前調べてあこの人やみたいな。なんかこうあんまりさ なんだろう別にさなんかたまーにさ芸能人が出てくるってことない？夢に。で大西これ2日前やったかな、なんかめっちゃ覚えてる夢あって、もう今は覚えてないねんけどその日一日中はその夢めっちゃ覚えてたって夢があって、普通にあれ何やったんやろ、なんかでもわけわからへん夢やったので、そのわけわからへん夢で途中なんかお寿司屋回らないお寿司屋さんかなんかに大西一人で行って、そうでも角の席やったのよ、なんかカウンターので、ほんなら隣の席があの木村拓哉さん木村拓哉さんで夢の話やで。でその横に娘さん2人いらっしゃって、その横に奥さんがいらっしゃったの。えーみたいな、写真撮っていいですかとか言って大西夢の中でファイブショット、あのそうキムタクさんのあのご家族さんと写真撮った夢を見たすごくない？自分でもびっくりした。一日その夢を覚えてたもん。そうそうなの、写真お願いしちゃったもん。すごくない？そうすごく豪華な夢を見たわと思って。そうそうびっくり、起きてからびっくりした。なんか現実かさ夢かわからんくてその時、ええみたいな。一回携帯のフォルダ見たもん、あれと思ってでもなかった写真、悲しいなかった、悲しい夢だった。そうまあでもなんか不意にさ芸能人の方が出てくる時ってあるよね、面白い。逆にファンが登場することってあったりするって、今覚えてる夢ある。昔ねあったのよ、大西のファンの人たちがプールでどんな夢あったかな。でも大西の何年前の話やろ、その時もね多分ショールームで話したんですけど、プール全員自分のファンの人みたいな。そうあった。でもどういう状況って、あれ何だったかな、忘れた、ほんまに内容忘れたけど、ファンの方がこんなに自分のファンの方の顔が出てくるんだっていうぐらい自分のファンの方しかいなくて、夢の話やね、プールで。そうでももう多分3年前とか
4年前とか多分そんぐらいの話だからめっちゃ前やねんけど、あ、ファンの人がバス停で踊ってる時もありましたよね。で、そう、それはわりかし最近だ。なんかファンの方がバス停で踊ってた。そう、ファンの方、お店のファンの方がバス停でなんかみんな集まって踊ってて、あれショールームイベントの時じゃなかったっけ？なんか応援してくれてる時やったよね。多分。なんか多分イベント期間中ショールームの。最近のかラルムの時のかは忘れたけど、そう、なんかあったのよ。そう、夢って不思議ってね、本当にそう、夢って変なのって思う。朝早くにだっけって、そう、多分朝5時とかに大西のショールーム配信、なんか配信が始まるから、でもファンの方はなんか指定された場所でしか応援できないのよ、大西のことを。だからみんな朝早くから早朝にバス停に集まって、その指定されたで、そこでみんな踊りながら、踊ることが応援みたいな。なんかなんかそう、おじゃ頑張ってみたいな感じでずっとファンの人たちがバス停に並んで踊ってたっていうね、夢を見てた。いや、ほんまに意味わからへん夢ね。いや、夢って本当に変ですよね。変なんですよ。そう、ね、まああの時は追われてたんやろね、多分ショールーム配信のイベントの時やったから。ねえ、踊り練習しとかないとってしといて、踊り踊った分ポイントにいって、そう、ファンの方が踊った分だけポイントになる。意味わからへん。そう、ね、まあでもあんま夢見ること、いいことないっていうか、あんま良くないことではあるもんね。深い眠りにつけてないみたいな。だから、夢を見ないでね、寝れればいいんだけどね。ということでですね、ちょっともう今日も遅い時間になってしまったので、そろそろランキングの方を1位の方から呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がよっちゃんとゆうさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がマークアコードアットマーク大田軍大西空挺団さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位が、カホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位が MM ルールズアットマーク岐阜の夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がコーヒーレンさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がライオン丸さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。では、はい、いきなり実が質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでも、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では
おやすみなさい。バイバイ。ありがとうございました。